うわぁ、売るんじゃなかった、うわぁくそ、売るんじゃなかった。なんだゴムス、お前が服に出せる金ってめっちゃ金困ってるやん。カイジに夢中で監視センターのチェックすっかり忘れてた。夜にしないと一回。まあでも監視センターもなんかカイジの顔でやると意味変わってくるもん。消費者監視センターだもんな、完全に地下労働施設だしな。ランダムなんでなかなかね会えないんですよ。今日は空いてないね。オーストグムス、太陽にさよならすんの忘れんなよ。こいつやっぱ分かってるわ。うわ、こいつにバレてるわ、俺の借金。お兄ちゃん、おめえはいつも元気だな、借金あんのに。健康のために何か運動したりしてんのか。突っ張ってるやつほど内側から崩れてくもんだからな。バレてる、掲示板に貼り出されてるわ、逆長者ランキング。俺待ちはもうすぐだ、着く前に自分の体に一遍聞いてみな。悪いとこあったら無茶しねえで俺らに相談するだよ。1000万貸してください。あ、空いてるかな。空いてるやん、地下が。地下労働施設空いてるやん。しばらくここで俺は過ごすことになりそうですね。なんや君、どっから入ってきてんや。リセット監視センターは一般市民の立ち入りは禁止やで。君らの来るところやないねん、勝手に入ってきたらあかんやないか。さっさと出て行ってや。あ、言うとくけどみんなには内緒やで。やべえ、助けてくれるタイプのおじさんや。ほらこれやるから出て行ってや。銀のスコップや。それめっちゃ珍しいねんで、おっちゃんも欲しいぐらいやわな。それやるさかい、もう帰ってや。それとくれぐれにもみんなには内緒やで。助けてくれた。助け、ありがとうおっちゃん。俺億万長者になるよ。あ、もう入れない。一回出てからもう一回入ろうと思ったのに。リセットさんが助けてくれた。ニコニコしちまって可愛い女子でも見つけただかな。ほら、子供を持つならふわふわ綿菓子みたいな女の子がいいな。これ運転手ももしかしたらリセットさんと仲間かもな。俺のこと逃がすために発見されてるかも。守るも待ってるやん。これみんな俺のこと待っててくれてるやん。お、いるやん。やあ、ドコモス、一曲聴いてくれるかい。聞かせて。今の気分はブルーかも。いや、この気分で演奏してくれるの嬉しいね。君に夜明けが訪れますように。なんか泣きそうなんだけど。僕のために、僕のためにこんな曲を。超いい曲じゃない。なんか株で負けたの忘れてきたな。なんか負けてないかも、もしかしたら。いや、負けてないな。今英語で君は株で負けてないよって書いてあった。じゃあまた聞きに来てくれよな、待ってるからさ。これは勝って戻ってこいってことよな。くぅ、キンキンに冷えてやがる。白株
うわぁ、絶妙なライン攻めてくるやん。ちょっと90切るまで粘るか。一周送ってみようか一回。ほんでこの、まず買うとこの沼にはまらないよね。それが怖いマジで。今度買えなくならないよねこれ。おい高えよ。さっきの安いじゃん。ちょっと108、ちょマジかよ。ちょっとさっき、おさっき買いだったんじゃないのかもしかして。白株。おい高えよ。全然やばい、さっきまで安かったんじゃん。やらかしてる。このままじゃ株を買えないまま冬が来るんだけど。いくらですか？いやもう買おうかな。まあ最初90、まあ1でしょ、買うわ。98、100、300株ぐらい買えるこれ。よし行くぞー。行くぞー。これ俺があの大好きなフィルハーマジックのピーターパンね、今の。トゥ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 。水木あたりで売った方がいいっていうのは多分信憑性高いから勝負そこなんだろうな。木曜日の午後が決戦かな。これ初日大事よ。98スタート。え？ちょ、いやそんなことねえな。そんなことない。ちょっと戻ったって今思いかけたけど、それ先週の記憶や。あーぐにゃー。やべえ、前回ここで開けたのに。マジか。ちょ、ここが希望だったんだけど俺的に。ちょ、もうエンジョイ買うしかないんじゃないこれ。ちょっとエンジョイ買うしかないかもな。エンジョイ、エンジョイ。音楽は鳴り続けるし、俺の株は下がり続けるよ。心躍らない。アンコールもない。ダンスダンスダンス、ヒビゴーですよ。ダンスダンスダンス、絶望ですよ。俺は絶望で踊るわ、今日は。金持ってんな。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ金持ってんな、この家。嫉妬ってこうやって生まれるんやな。頼むよ。お！お！前回もちょっと上がって、その次の日めっちゃ上がったんだよ。これあるぞ。あるある。うわったー！うわ、どうしよう！いや、絶対打った方がいいよね。うわ、でもめっちゃ上がりそう。やべえ、究極の選択や。ちょっと待って、どうしよう。え、これさ、でもこの上がり方やばくない？これ、4倍来るんじゃない？やばい、この思考やばい。わかった。ちょっと、俺、ダサいことするわ。10株だけ残す。これでも十分勝ってるから。残り10株で、勝負する。いや、いいよ。好きに言いなさい。この後400が出た時に、君たちは僕に、ひれ伏すであろう。うわぁ、売るんじゃなかった！うわぁ！くそぉ！くそぉ！売るんじゃなかった！いや、マジで言ってんの？いや、儲かったけどなんか負けた感じするわ、マジで。めちゃくちゃ儲かるやん。
うわ、売らない。うわ、午前中売らなければ。めっちゃ儲かったのにめっちゃ負けた感じする。なんでなん。それ、今頃これ、もう、え、このさ、倍以上あったのに。マジかよ。やばすぎでしょ。ちょっと、ちなみに明日どうなってるのか見ていい？これ見れんだよね、打った後も。ちょ、これ明日どうなってるの見よう。いや、でもこれで上がったらマジ立ち直れねえわ。どうしよう、600とか出たら。ないか、さすがに。うわマジか。まあ、打ってよかったけど。売ってよかったけど、マジ水曜の午前中じゃなかった。マジか。いや、めちゃくちゃ沸騰したやん、そこで。ちょっとさ、もうどうせ下がるけどさ、これ見てみようか、これ。本当に金曜まで下がるのかどうか見よう。ここまで来たら。うわ、危ねえ！あっぶねえ！マジで！こんなん立ち直れないって！株は人を壊すって！マジであっぶねえってこれ。360から74なんてなったら俺、やばかったよ、マジで。これ危なすぎるって。動物の檻でこんな気持ちになれるんや。なんかでもさ、僕、この、ドコムスチャンネル始めた初期って離島ガチャっていう配信よくやったじゃないですか、あつ森で。これとほぼ同じだったよね。ずっと俺ガチャ引いてる。ずっとやってること同じなんだな、3年間。結局ガチャ引いてんだよな。